花言葉は優しい知らせ、勝負とかね。何事も正々堂々としていないと心がもやっとするでしょ。だから私はいつでもどこでも真っ向勝負よ。私のライバル金蓮華にもいつかそれで勝ってみせるんだから。よし、これなら金蓮華に勝てるわ。ありがとう団長さん。ついでに果たし状の添削もしてくれると助かるわ。名前とか間違ってたら嫌だし、無様なことはしたくないの。私に任せて。絶対に力になってやるんだから。あははっ。どうやったら金蓮華に勝てるのかしら。何事も平等じゃないと。だから団長さんもひいきとかしちゃダメよ。今日という日こそ金蓮華に勝つわ。月見団子の大食い競争でリベンジよ。え、喉に詰まるから危ない。確かにそうね。なら早作り競争にする。ブロッサムヒル出身の梅だ。同じフラワーナイトのさくらとは幼馴染だ。共に頂戴している貴族や王族からの信頼、それを裏切らないだけの実力は持っているつもりだ。ただ、さくらは随分と先に行っている。花言葉、忍耐力にふさわしく追い続けてみせるがね。甘い匂いがしますですから、きっとそういうことだと思いますです。